ソムタムソムタムは、ラオスやタイで食べられる青いパパイヤを使ったサラダ。もともと、ラオスとイーサーンの料理である、タムマークフンが変化を遂げながら南下し、タイ全域で広く食べられるようになった。現在では、代表的なタイ料理の一つとされている。他に、ベトナムにも同様なものがあり、ゴイルドゥ,ドゥーと呼ばれる。また、マレーシアやミャンマーにも同様のものがある。 タイ料理の基本の4大要素である、パパイヤの甘い、ライムの酸っぱい、唐辛子の辛い、塩のしょっぱいが調和している。ソムはタイ語で、酸っぱいを意味する。タムには、つくという意味がある。他にも、タムソムという言い方がある。これらの言い方は、タイ中央方言であり、イーサーン語では、タムバックフンつまり、パパイヤ好きといい、ラオスでは、同じ意味で、 タムマークフンと呼ばれることが多いが、実際に、ラオスのタムマークフンは、味の決め手が、ナンプラーではなくパデークを使用するために、ラオス国内においては、ソムタムとタムマークフンは、別物とされる傾向がある。ソムタム対細く切った青いパパイヤインゲンを専用の鉢に入れる、唐辛子、ニンニク、ライム、ナンプラー、砂糖、を適量を加え棒で叩く好みで、ピーナッツ、トマト、 干しエビを加えさらに叩いて完成ソムタムの種類は、加える材料によって実に多彩である。また、パパイヤの代わりに、人参やマンゴー、キュウリで作ることもある。マンゴーで作られたソムタムを、タムマムワン、キュウリのものを、タムテンクワーという。ラオスやイーサーン地方などで食べられる、本来のソムタムには発酵させたカニが使用され、非常に辛くて酸っぱいという特徴がある。 ただし生のカニには寄生虫がいる場合があるので注意が必要である。また、体中オーブで好まれるソムタムタイは、干しエビで代用され、辛みを抑えたマイルドな味付けとなっており、現在ではこちらの方がポピュラーである。調味料にはナンプラーを作る、際の沈殿物であるプラーラーが用いられることもあり、いずれも美味である。常温で提供される。多くの場合、 小さなせいろに入ったもち米がついてくるが、生のキャベツ、ウィングビーン、ほうれん草、豚の皮、場合によっては、ガイアーンと呼ばれる鶏肉を焼いたものと、セットで提供されることもある。ありがとうございます。